大韓航空2708便エンジン火災事故とは、2016年5月27日午後0時30分ごろ、東京国際空港で大韓航空2708便が起こしたエンジン火災事故である。事故機事故を起こしたのは、大韓航空2708便発、金浦国際空港業のボーイング777から300型機である。事故機は、 東京国際空港 C 滑走路 34R を離陸滑走中に第一エンジンから煙が出て後に出火した。この事故で40名が負傷したが死者は出ていない。エンジン内のタービンブレードが多数破断し、エンジンカールも破損して滑走路に破片が散乱した。事故発生後、C 滑走路北側付近にて機体は停止した。火災発生後、化学消防車が出動し、 消火活動を行った。乗員乗客は脱出スライドにて脱出した。乗客は滑走路脇に避難後、バスで国際線ターミナルに戻った。しかしながら、運行中モードのドアを開くと、自動的に展開するはずの緊急脱出用スライドが一箇所正常に機能せず、シュータによる格好の際に負傷を負った乗客もいることが、5月28日時点で判明しており、 5月30日時点で火元である機体左側のシューターが展開していたことも判明している。当該機は満席に近く、シューターがすべてまともに使用できていれば乗客がより迅速に脱出できていた可能性も指摘されている。本事故は国土交通省運輸安全委員会によって重大インシデントに認定された。日本の国土交通省運輸安全委員会は 事故の原因を特定するために4名の調査官を派遣した。韓国の国土交通部は日本の捜査を支援するため航空安全監督官を1名派遣した。大海航空は5月27日の夜に同社はエンジン故障の早期調査を行うことを発表した。また、韓国の航空法に基づき厳密に全てのメンテナンスを行っていることを強調した。 ディリ滑走時に第一エンジンの第一弾、高圧タービンディスクが破断し、その破片がエンジンケースを貫通したことにより、エンジン火災が発生したものと推定されている。第一弾高圧タービンディスクが破断した原因は、エンジン製造時に第一弾高圧タービン、ディスク後面の U 字型溝部分を加工した際に、許容値を超える段差が生じ、エンジンの使用中に、 当該部分から低サイクル疲労による亀裂が発生して進展したことによるものと考えられている。段差が発見されなかったことについては、エンジン製造者による製造時の検査の際に見逃された可能性が考えられている。また、亀裂が発見されなかったことについては、大韓航空による整備にて、タービンディスクの非破壊検査の際に見逃されたことが考えられている。 1> 第1エンジンの火災は、第1弾高圧タービンディスクの破片が、エンジンケースを貫通した際の衝撃及びディスクの破断に伴い、第1エンジンが急停止した際に、エンジンが受けた荷重により、エンジンケースに取り付けられていた燃料活油熱交換器の外側ケースに亀裂が生じ、その亀裂から漏出した燃料及び活油が第1、エンジンの高温部に接触して発火したことによるものと、 考えられる。自己機大艦航空ボーイング777の300型機は1999年12月28日に大艦航空に引き渡された。エンジンはプラットホイット 2PW4000 を使用している。エンジンは直近で2014年11月に交換されていた。事故機は東京国際空港にて事故調査及び修理のため6月3日まで 中期してあったが、現在は運用再開している。東京国際空港では、事故の影響で、C 滑走路を含む4本すべての滑走路が一時、閉鎖され、国内線、国際線の発着に支障をきたしたことにより、欠航や遅延が相次ぎ、利用客3万6000人に影響が生じた。また、第42回先進国首脳会議終了後に、実施された米国大統領、 バラク・オバマの広島訪問において、オバマと内閣総理大臣、安倍晋三による、広島平和記念公園での原爆死没者、異例被検査式に立ち会うために、広島市に向かう予定だった中川俊直が、広島空港業の旅客機が欠航となり、式典に出席できなかった。なお、大韓航空ではボーイング747-400を、事故機の代替便として用意した上で、 5月27日の21時頃に乗客253名を搭乗させて東京、羽田からソウル、近郊へ向けて出発した。ありがとうございます。